よ。久しぶりに袖にトエを通した感じは。トエを。トエを通した。私はでも舞台でも一応制服着てたので。そうかそうか。でもこれ違うバージョンなんだよね。そう、ちょっとね、違うバージョンですね。大バージョンとね。そうです。大バージョン。なので黒春さんが本当に違和感しかない。大丈夫、着て大丈夫。大丈夫。可愛いです。大丈夫。私も着てる。あ、よかった。みんなで着ればこうってない。上で見えないけど、八千代さんはね、腰に巻いてるんですよ、ね。そうなんです。腰にね。そうなんです。腰にジャケット巻いてるんです。そう、本当にね、八千代がそうやって着てるんですもんね。そうなんですよね。不思議。結構ね、厳しめの校則かと思いきや、シートベルト緩いんですよ、ね。緩いね。そうだね。結構崩してる。イベント中よく落ちてたこの事件だったんだってね。事件。スカート脱げたかと思った。スカート履いてるみたいな。しっかりした作りだから重みがあるんですよ、ね。なんかそんなイベントもね、ちょっと最近ないからね。またこれもしかしたら落ちちゃったって。事件起きるようなイベントやりたいですよ、ね。はい、改善しときたいですけど。やちよ。あ、何をしてる。何が起きたのか。おしゃれ番長。